はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、二の腕を細くする方法ということで紹介させてもらおうと思います。今日使うものはこういった普通に鉄アレイです。これは 1.5 キロですけども、まあ1キロぐらいがベストかなと思います。まあ、結構皆さん持ってると思うんで、まあ、今回ねやる動画を真似してもらってやってもらえたらと思います。で、二の腕なんですけども、普通によくやるのがこういうねキックバック、これよくやる人いると思うんですけども、人によってはですね太くなる人がいます。というのも二の腕って結構女性はいつもねカバン持つとかデスクワークとかで緊張してしまってですね、そっからこういう結構負荷のあることをやっちゃうと水分含んで太くなっちゃいます。で、今回は太くなっちゃう人とか細くなりにくい人におすすめなエクササイズです。めちゃめちゃ簡単なので最後までご視聴ください。ではいきます。はい、両方持ってもらってまず寝ます。うつ伏せです。うつ伏せに寝たら手を伸ばして、こっから斜め45度ですねに伸ばして持ち上げて止めるだけ。10秒いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。で、今度は真横です。で、上げて10秒ストップ。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。もう一回後ろいきます。はい、真横です。はい、 OK です。はい、お疲れでした。めちゃめちゃ簡単ですよね。で、ちょっとね、あれ首少し力入っちゃうんで、首力入る場合はこういう風にね頭を寝かしてもらってやってもらえたらと思います。そして寝っ転がってこうやって手を上げてるんですけども、気分は空を飛んでる気分でやってもらえて楽しんでもらえたらと思います。今日簡単にね肘を伸ばして二の腕を鍛える、曲げ伸ばしをしちゃうとね結構太くなる人いるんで、伸ばして鍛えるっていうのはねとっても効果的です。しっかりね前側しっかり伸びますし、二の腕はしっかり効きますんで、しっかり肘を伸ばして二の腕を鍛えてみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にダイエットに関するブログのリンク貼ってますんで、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。